一緒に戦おうぜ、誇りと夢を抱いて、僕らは、僕たちは、大分鳥にいた。必ず勝利する最強のチームなんだ。最高で最愛の大分鳥にいた。皆さんこんにちは、大分の高っちょ親方です。新型コロナウイルスの影響で J リーグが中断しております。昨日の報道でですね、もう6月の7日でしたかね、の最初の試合まではまだ延期ということでございます。まあね、なかなかやっぱ私は大分トリニータのサポーターでございますけども、やっぱこう J リーグないのは非常に寂しいです。まあ仕方ないとはいえですね、またまあ正直な話、私のその YouTube チャンネルですね、このねサッカーなんですねが、まあ、いわゆるメインコンテンツに現状になってまして、正直こうサッカーのネタがないんで再生回数が伸びないという現状でございます。まあね、これはもう仕方ないことですし、まあ、皆さんも今耐えてですね、なんとかまた元気にプレーや応援ができる日を楽しみにしております。まあ、そんな中ですね、一つ今日こちらが届きました。じゃじゃん、こちらですね、大分トリニータの布マスクが届きました。5000枚、各5000枚限定で700円で販売されておりました。で、私も注文をしましてですね、まあこういう形でですね、新型コロナ対策のをしたり、そして大分トリニータをまあ活気づけたりというふうな支援を行っております。今回このですね、マスク作り、マスクのご案内をいたします。合わせてまあ今日一つ家族が大分トリニータのもう一つは別の支援をしたという話、そして最後に今ですね、全国の番組でも話題出ました大分トリニータ所属の島川選手のことについて簡単にご紹介をしたいと思います。ね、なかなかちょっとリアルタイムでですね、今リーグ戦ないですけども、まあ大分トリニータの話題、こういうリアルタイム、まあ別の話題と、そしてまた過去の動画をですね、今後もまた振り返って皆さんにご紹介したいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずですね、こちら、ニータの絵柄タイプのものでございます。まず最初にハンカチを裏返しまして、上下の端を真ん中に合うようにということで折ります。ここですね、この折り目ちょっと折りまして、これを真ん中に上下とも合わせをします。続きまして裏返して、同じようにまず裏返します。そして同じようにこの上と端を真ん中にこう折るということでございます。本当私不器用なんでですね、まあ、はい、このようにトリニータのマークがね出てきました。そして、マスクゴムを両端から通すということでね、ゴムがあれどこ行ったかな、ちょっと行方不明でございます。お待たせしました。ね、ゴムはですね、こう最初にこう結んでおきますね。自分の顔の長さぐらいに結んで、これを、両端から、通しますということで、このかな。通す中に入れるのかちょっとわかんないんですけど、4分の1ぐらいということで、ちょうどね、この折り目が、こう各、まあ、ところに、4分の1のところにこう折り目も入ってますので、非常にわかりやすいですね。間に入れ込むとあるね。ですね、分布の端の中に。ということで、この形で出来まして、中から、で、あとこういうね、革の、ね、長さ引っ張ると、じゃじゃじゃんと、ニータンだ。なんか、天の岩戸開きみたいな感じですね。エンブレム、ロゴ、そしてニータンリッチがですね、ついてるバージョンでございます。ニータバージョンとは少し、作り方は違うようですので、また一つずつ一緒にやっていきましょう。まず1番、ハンカチを裏返しました。そして上下両端から畳んで、今度は三つ折りです。
顔にフィットするように折り返すということで、コンビニですからね、ちょっとやってみましょう。まあ大きめ、私は大きめなんでこのくらいにちょっとしておきますけど、このくらいにしておいたというのは意見の見なかったみたいだけど、なんか急に違う気がするんですけど、まあドブギウなんで、で大雑把なんで、で今度マイクを、マイクしてしたマスクのゴムを、両端から通しましてですね、もう通します。じゃじゃーんと、棒の端を、端と端をこう入れるんですね。端の中にこう入れて、ちょっとこんな形で合ってるのかな、こんな感じで、まあ、あ、ちょっと外れそうになるので、しっかりですね、こう中に入れていきます。もちろんこれはあくまでもこの折り方一例ということで、いろんなあと方法があるそうなので、お試しいただければと思います。ちょっとね、こういうの私、工作とか裁縫系苦手なので、ちょっと甘い感じになってると思いますが。はい、ということです。続きまして、本日、私の家族が、実は買い物でですね、卵を買いました。これがなんと、また大分トニニータの応援卵でございます。深部エッグさんの卵でございます。深部エッグさん、本当ありがとうございます。まあ、こういう形でですね、トニータグッズいろいろありますし、いろんな、まあ、商品にですね、トニータのスポンサーというか、応援の商品もございますので、こういうことができるですね、支援もあると思います。頑張ってください。それでは最後に、現在ですね、全国放送でも話題になりました、大分トニータ所属の島川選手についてでございます。島川選手はですね、まあ、ボランチとかですね、まあ、守備とか的なミッドフィルダーでございますけども、実はもう一つ、オフザピッチでもですね、活躍されます。というのが、素晴らしい美声を持っていらっしゃる。ハイトーンボイスでございますね。ピアノを弾きながら、例えば、もののけ姫ですね。折り詰めた指の、っていう、まあ私ちょっと声はもともとベースですので高い声は出ませんけども、このですね、島川選手の美声は本当素晴らしくて迫力あります。まあ今回ですね、以前にもご紹介したんですが、昨年のトニータのファン感謝祭でですね、奉納という、奉納じゃないですね、披露されましたホイットニー・ヒューストンさんの曲で、何度か忘れましたけど、の曲をご紹介いたします。右上に当時の動画も出てますが、今回最後特別にですね、島川選手の美声をお届けしてこの動画を終わりたいと思います。ぜひですね、皆様に元気になればと思いますのでですね、ご紹介いたします。ぜひまた大分トニータもそうですし、 J リーグの早い再開を願っております。まあ、それまでは皆さんね、我慢してですね、で応援しましょうということで、最後島川選手の歌で締めます。どうぞ。またそしてこの動画もご覧ください。ありがとうございました。